ナンバラハイロング。さあ始まりました、ナンバラハイロングラジオでございます。はい。お久しぶりでございます。忘れてたー。いや、忘れちゃうね。よく、うん、よくというのは何の話なんでしょうかね。よく忘れちゃいますね、本当にね。忘れっぽいっていうことですか。まあ昔からさ、やっぱり帽子を買うなりさ、はいはい、僕帽子買ったりしてもなんか公園に忘れてきちゃったりとかね、うん、よくそういうことが多くあってね、うんうん、何個も帽子なくしたりしてましたよ。ああ、そういう可愛らしいエピソードが。そうなん、ちょっと忘れっぽいんですね。なんか最近忘れたことってありますか？最近忘れたことですか？はいはいはい。いや、結構ここ最近はね、忘れ物もね、少なくなってね。はいはいはい。まあ、確信犯ってことですかね、じゃあ。はい？ということは。何をですか？何を忘れたって言うんですか、僕が。まあ動画をすぐ上げないな。まあ毎週土曜日ですか、うん、企画動画ハイロング、うん、ここ 3,4 週続けての大幅遅延、うん、欲しいぐらいですね、遅延証明書が。まあお気づきでしょうが皆さん、はいはい、幼い土曜に全然上げてません。間に合わない。いやいや、間に合うよ。間に合わない。全然だって収録日もそんなギリギリじゃないし。うん。一週間前ぐらいには撮れてるよ。いやいや、ここ最近はね、ちょっとダメですね。この一ヶ月。この一ヶ月か。この一ヶ月ちょっとね、うん、度重なる諸事情によって。なんかありましたっけ、諸事情。ん？なんか、ご用事が。何ですか？あられましたかな？ないですよ。いや、妨害してくるやつがいんのよ。いやいやいや、いろいろと。いや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 、幼いユータを。んー、いる？あいつだよ。ドイツ。あいつだよ、あいつ。ドイツですか？世界のやつだよ。世界のあいつね。世界のあいつだよ、妨害してくるのが。いやいやいや、にしても、もうちょっと頑張れるけどね。お前の週に妨害されに来てないだろ。そういや、だいたい全部俺の週に被ってきてるだろう。大丈夫ですか、そんな態度で。何ですか、そんないいんですかね。いやいや、一旦そのごめんなさい。ごめんなさい。はいはいはい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。でも、はい、一回体験してほしい、あいつを。あいつが謎に家に来てしまう現象ね、うん、ネタ見て、ネタ見て。あいつネタ見てっていう割に全然参考にしないからな。全然こないだのネタも全然違ったよ、ね、違ったね、ほんとめちゃネタ見てっていうやつから全部違った。一ボケも一緒じゃなかったね、うん、3日前、うん、世界のあいつはすごいよ、びっくりしたよ本当に、うん、いや、まあまあ、はい、今後はね、うん、また。はい、心を入れ直して、精進してまいります。はいはいはい、うん、お願いします。まあ、そんなさ、お、世界のレイちゃんと、はい、女子付きをね、うん、買いに行ったんですよ。あ、買いに行ったんですか？うん、ハイロング家に佇んでる。ありますね。素晴らしい女子付き、はい。うん。まあ、雨の中ね、はい、なんかレイちゃんも一緒に買い物行くということで、うん、新宿駅で、はい、待ち合わせするわけですけど。なるほど、なるほど。まあ、僕、バイト終わり、うん、だいたい7時過ぎぐらいかな、はい、新宿駅着いて、うん、だいたい7時に待ち合わせと、もともと。はい。で、さ、うん、レイちゃんの LINE 持ってないから。らしいよね。謎にね。そうそうそう。DM でやり取りしてんでしょ？ツイッターの DM でやり取りしてんだけど、うん、で、DM してもさ、もう、はい、もうどうせね、うん、遅れるかなと思って。まあまあ、そうでしょう。もう昼からまず一件。彼女はね。DM を送り。うん、はい。で、何時集合だよと。そう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 。うん、今日買いに行くからなと、はい、うんうんうん。で、夕方ぐらいにも送り。はい。まあ、返事が返ってこない、うん、まあこの時点でも細かい高島としてはイラついてるわけだ。まあね、うん、それはそうだ。まあだって約束してるからね、はい、前日に言ってます、うん、そうだね、うん、で来るか来ないか分かんないぐらいだったらさ、うん、まあ最悪一人でとりあえず行ってみたいなことも考えれるけど、はい、行くって言ってたから、うんうんうん、
なんで連絡来ない。いや、ちょっと、聞いてる人はさ、よく分かってないじゃない、このレイちゃんがどうして、このハイロングにまとわりついてるのかを。ああ、なんか、何か、あいつ、家遠いから？そうそうそう。ああ、そうか。それが説明してないじゃない。まあ、細かいとこはいいかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、レイちゃんがね、そう。栃木の方に住んでるんだよね、今ね。宇都宮ですね。うん。うん、でそっから、こう、ネタ見せの旅に来ると、かなり交通費がかかるということで、うんうんうん、ちょいちょいハイロングの家になぜか今住み着いてると、うん、泊まりに来てるな。泊まりに来てるんですよ、うん、でもうねトータル何泊以上もするから、はい、もう除湿機を買ってもらおうということになりまして俺らハイロングね、ハイロング、あまりにもストレスがすごいのよね。いや本当にね、まず、うん、世界のレイちゃん、はい、朝5時ぐらいに起きるのよ。うん、とんでもないストレスなんだから、それがマジ。もうマジ、たびたびお前、やめろつってるもんね。そう。だって俺らはさ、大体さ、まあいろいろ作業したりね、ネタなんかやったりしてさ、はい、2時ぐらいに寝たりするじゃん。うんうんうん、遅かったら3時ぐらいよ。そうですよ。で、バイト俺起きんのは早からもう7時過ぎぐらいには家出てっていう形なのに、はい、うん、ギリギリまで寝てない。そう、うん、まあ5時に、ベベ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 ベみたいな、あーって何回も消して、でもなんか5時、5時15分、5時25分みたいなかけてんのよあいつは。であいつは寝袋で寝てるからさ、なんか手も出てこないんだよね。うん、でなんかめちゃくちゃ寝てるからね彼女は。そう、でもなんか結局5時半ぐらいに起きてるじゃん。あ、そうだね。なんかでドタバタドタバタさ、うるさいんだわ。であいつ朝ごはん食わないとなんかしょうがないたちでしょ。わかる。なんか、うん、その、まあ、今実家に暮らしてるからかもしんないけどさ、その朝ごはんを食う習慣があるじゃん。うん。なんかガチャ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 キッチンでさ、勝手にね。朝ごはん作ってさ、勝手に。ぐっちゃぐちゃになってんのよ、朝見たら。それをさ、そう、洗い物もせずさ、うん、放置。そう。俺、もうバイトから帰ってきたらびっくりしたよ。その、ツナ缶とか。ボーンって置いてあって。いや、俺猫の餌落ちてんのかと思ってびっくりしたもん。チン臭くてしょうがないもん、本当に。で、うん、それが何日も続きね。はい。で、まあ、レイちゃんがその、まあ、往復でまずもう4000円ぐらいかかるから。かかるね。で、もう何泊もするなら、うん、ちょうど梅雨の季節だったし、はい、まあ、除湿機をとりあえず買ってくれと。うん、もう、そのご飯とかもこっちで作ったりするから、うん、もう好きに使っていいから、うん、家を。はい。その代わりちょっと除湿機だけまず買ってくれ。うん。で、それで買い物に行ったわけ。それで、納得したんだ。そう、うん。まあ本当は。契約成立。そう、うん、本当はね、こういう契約があって、まあ、言葉悪いですけど、はい、除湿機を買わせるために待ち合わせしてるわけですよ。向こうも、泊まるか、うん、あ、じゃあ全然それは買うから。はいはいはい。っていうことで、うん、で、DM の返信が来ない。うん、もう。本題に戻りますね。そう、はい、これを考えるとなおさらストレス、うん、イラつきがさ、またね、すごいよね。そう、うん、ねえ、もうやっとね新宿駅着いて、うん、もう7時過ぎ、はい、10分過ぎ15分ぐらいになったから、うんうん、で来ないから、うん、もう帰るわっつって、もう電車乗ってたらね、したら途中ぐらいで、うん、ごめんなさい今行きますみたいな。今最寄り駅です。俺はそのね、そう、お前が連絡してるのは知らないけど、うんうんうん、俺も現場に行かないけど、うん、LINE 送ったからね。ああ、偉い偉い。7時に新宿待ち合わせだけど、うん、連絡取れてるって、うん、返事来ない。でもさらいの方は LINE だしね、ちゃんと。そう、まあ俺は LINE なんだけど、なんでお前だけ LINE でしてる。いやいや、最初になんか会った時交換したからさ。いや俺電話もできないからね。確かにね。DM じゃ、うん、でもなんかもう聞かないと思って。あ、もうこの際ね。そう、もう向こうが、うん、ちょっと困るから LINE 教えてって言うまで教えないって思ってる、うん、なるほどね、うん、そういう意地を。なんか負けた気がするじゃん、こっちから聞いたら、うんうん、なんか女みたいな顔し出すでしょ、なんか、LINE 聞くのみたいな。するするだろ、多分する。なあの子は。でそれも絶対イラッとするから。いやもうすごいね。そう、うん、でさ、はい、まあその俺も電車もう一回、うん、一回降りてさ、うん、戻って新宿に。ああ、そうなんだ。で
で、やっとそこら辺で DM 繋がってさ、はい、で、また危機が訪れんのよ。え？充電がもうやばいと。向こうの？うん。あいつほんと充電もねえよな。ないんだよ。モバイルバッテリー買え一回あったじゃん、その、なんだろう、俺らのライブ帰りかな、はいはいはい、ライブ見に来てくれた帰りさ、うんうん、なんか、レイちゃんだけ突然いなくなってさ、連絡つかなくなってさ、うん、心配してさ、うんうんうん、どうしたどうしたみたいになってさ、うん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 、まあでも30分ぐらいなんかまあちょっと探したりなんだりしてさ、うん、家帰ってきたら玄関のとこ行ったじゃん。いた。モバイルバッテリー買え現代においてさ、うん、携帯の充電がなくなるって、うん、ダメだからね。ダメダメダメ。全く。ね、一人ならいいよ。人と一緒にいるとかの状況で、そうそうそう、携帯の充電がなくなる状況を作ってしまうのは、うんダメなんですよ。で、はぐれるんだから、あの人は。そう。子供だからね。子供だから。いや、もう二十歳とは思えない。いやー、びっくりだよ、ね。ひどい。でさ、ね、連絡ももうやばい。あと、2% とか言ってんのよ。うん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 、いやいや、だえー、あいつと待ち合わせできる気がしないぞ。新宿なんてもう無理じゃん。無理無理無理。うんうんうん、で、もう改札降りて、お前はそこに立ってろ。はいはいはい。絶対動くなって言って。うんうんうん、で、そこで連絡途絶えて。おうで、俺も戻ってるし、はい、レイちゃんも向かってるしで、うんうん、どのタイミングか分かんないのよ。ああ、なるほど、ね。だから俺が新宿で待ってたら、うん、あいつが改札出てくるのをこう待ち伏せできるわけね。なるほど。で、俺が後に行くとしたら、まあレイちゃんがそこで待っててくれればいいけど、結果あいつ何分に着くとかも言ってくれないから、あだから俺が着いた時にいなくて、はい、改札の前に。おうおうおうこれ会えないえ会えないのと思って、10分ぐらい待ってたら、うん、レイちゃんがね、電車の方から、いたいたーとか言ってきて、はいはいはい、でそこでやっと合流できて、うんうん、で、もう新宿も雨降っててさ、あなんかスーツケース、んスーツケース引いてたな、あいつ。あいつはスーツケース引いてるよ。あいつスーツケース。謎に。謎に。何にも持ってくるもんが、普通ないんだから。ないよ。ネタに。うん。全然、あんなでっかい、あの海外行く用のスーツケースだよ、あれ。それをさ、3泊ぐらいのさ、そう。ためにさ、持ってきてさ、いらないノートとかさ、いっぱい入ってんだよな、あいつな。文句が多い。いや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 、ムカついてしょうがなくてさ。だいたいどっちかフォローするんじゃないの？ん？だいたいどっちかフォロー。できないよ、あんなの。だって、英検の勉強しなきゃ。あ、言ってる。12級の、とか、うん。高校生じゃねえんだからよ。しかも、見てるとこマジ見たことないしな。あの教科書。勉強してないから。いつ、受験日とか知ってんのかい？いや、知らない。多分受験の送ってもいない、あいつ。来年とかにやろうと思ってる。なるほどね。いや、もう、とっちらかってんのよ。いや、ちょっとレイちゃんのせいで俺らの話までとっちらかっちゃうよな。ね、本当に。こう思い出し怒り。ああ、なるほど、うん。そのスーツケースもね。レイちゃんの持ってきたスーツケースな。うん。あなんかなくなったらしいよね。いや、もうちょっと考えられ、うん、なんでこんな変なエピソードいっぱい出てくるなんか、いや、ちょっと、整理しないとダメだな。ごめんな。まず、じゃあ、スーツケースの話行こう。なんでなお前の本筋が、逸れてるな。そうそう。ごめんごめんごめん。まあまあまあ。で、そのスーツケース、まず整理すると、うん、なんか、雨降ってちょっと濡れたりするから、はいはいはい、なんか家の中に入れるのは申し訳ないと思ったっていう、まずわけわからなさね。謎の遠慮してんだよね。その、前日、前々日は入れてるからね、家の中に。そうそう、いや濡れててもいいから入れなって言って入れて言ってたからね、うん、そのバイト行ってた時俺らがまたスーツケース持って出たんだろうね外、うん、らしいね でその雨降ってたから濡れたから入れたら、うん、なんか幼いくんが怖いから入れれなかったって言ってね、まあ、たびたび僕は怒ってますからね彼女にね説教係ですからいろいろとねそうその悪い説教じゃないよ家の治安を守る防衛部隊隊長としてのそうなんですよ俺が言わなきゃそうこの部屋が大変なことになる当たり前のことをね、うん、食器を使ったら洗いましょうだとか小学生に言うようなことを言ってるだけですからねそう
ご飯をね、うん、食べてるときはあんま携帯いじっちゃダメよとか。そう。なんかそういう濡れた洗濯物はね、バスタオルはちゃんと干しとこうとか、はい、ぐちゃぐちゃっと置いたら臭くなるよっていう。うんうん、電気はつけたら消しましょうとか、そんなレベルのことよ。まあそれをね、2、3日売ってたから幼い君怖いってことで、うんうん、スーツケースを家の中に入れられず、はいうん、なんか家のね、外ら辺に置いといたんだね。しかも、俺の家の敷地じゃないでしょ？多分、隣のお宅。本当にダメだよ、そんなの。そしたら、うん、次の日ないみたいな一回聞いて。言ってた。で、うん、その、あ、なくしたの？みたいな、詰めたら、うん、いや、なんか、いや、本当は、ライブあるから、その、ステージのとこに置いてきた、みたいな。言ってたね。言ってたんだけど、うん、なんか、いつかね、うん、おさがいない時かな、なんか、二人で歩いてたら、うんうん、高島くん、本当は、高島くんだから言うけど、うん、スーツケースなくなった。いや、意味がわかんない。一大事よ。本当にね。何が入ってたのかよく知らんけど、うん、で、そのスーツケースが本当になくなったのかも結局わかんないしね。まあ、どっちかね。なんか謎に朝さ、俺んちの裏の方、ベランダの裏の方とかも見て、うん、ないなぁとか。ないでしょ。だってそこに置いてないんだろうね、多分ね。いや、もうちょっと考えられないよね。謎の嘘つくんだよね。謎の嘘つく。こうやって俺に。本当にちっちゃいね、うん、5歳とかのね、うんまだおバカな何もできない女の子よ。いやこれは親が悪い。やめろそんなこと言うのラジオで。本当に親が悪い。親が聞いてたらどうすんだ。聞いてないよマジで。だってあんな子になんないでしょ普通。ちょっとおかしいもんな。いやまあ芸人仲間としてはまあエピソードいっぱい作ってくれてね、本当に面白いよ。嬉しいんだけどね。ありがたいよ。いかんせんストレスがたまるからね。ラジオも大盛り上がりだよ。ちょっと1ヶ月ぐらいは無視しようと思ってますけど。まあまあ、そんなこんながありまして、はい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 、新宿でこう待ち合わせやっと会えて、うん、で、電気屋さん行ってさ、行ったんですね。うん、で、謎の電気屋で自撮りとかしてんのよ。恥ずかしくてしょうがない。マジで。充電ないからさ、うん、高島くん携帯貸してとか言ってさ、何、うん、か持ってさ、うん、移ろうとか言って。本当に電気屋さんの店員の顔よ。うわもう、しんどい。しかもだってもう閉店間際だろ、そうだよ。時間帯的にも割とさ、うん、もう今早く閉まるしね、うん。きついよ。で、まあ、除湿器よ、はい。本当に除湿器を探そう。これさえね。そうこれが、さ買ってくれないと今までの俺らの報いがないから、ね。そうそうそう。うん大変なんだから朝から米炊いたりさ、はいうん、ぐっちゃぐちゃになってるし、うん、その分の除湿器を買ってもらおうと、はいうん、でまあ何にしようかなんて言ったらもう飽きていなくなってるしさ、うん、子供な本当にまあで店員さんとまあなんか喋ったりしてさ、はいはいはい、これはこうこうこういうやつですとかさ、うんうんうん、こう音が静かですよいろいろあってさでまあもうムカついてるからちょっとレイちゃんのストレスで、はいうん本当に静かなんだろうねとかもう店員に思い出すぐらいのテンションでね。うん。で、それでなんとかさ、はい、買ってもらって除湿器を、うん。で、雨だから梱包しましょうかみたいな、はい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 、言ってくれて。うん、ああ、じゃあお願いしますって言ったら、なかなかできないしね。梱包が？梱包が。で、こっちももうテンションが上がってるからさ、うん、早くしろねえよ、うん。うっせえなうん。もうやってるかとか言ってカウンターちょっと見たりして、その間にもレイちゃんいなくなっちゃう。後回しにしてねえかって、ね、そうそうそう、うん。早めにやれよ、うん、こっちはもうお金払ってんだから、うんうん、あと帰るだけ、お前がやってくれたらもう帰れんだから、と思った、うんうん。ぴっちり綺麗にビニールを。おぴっちりとってもバーン段ボールをついてて。お前いいやつじゃん。すごいな、裏表が。本当に、で、うん、もうさ、雨の中もさ、うんこうもうビニールがあるからさ、はいはい、もう雨も弾いて弾いて、中も濡れない濡れない。すごい。ただね、バカ重いんだから。新宿から持って帰ってくるにはね。あ重いな、おい。こいつ邪魔だな。うん、幼いも来いや。思いながら。はいはい
で帰ってきてさ、うん、もうイラつくまま、はい、一回オサにさ、うん、俺今日使わないのって言われたんだけどさ、うん、いやもうめんどくさいから明日だわとか謎の冷たく当たったりしてさ、いやまあまあね、もう疲れ切っててさ、うん、早く寝たかったの、ね、でもう寝ようと思ってシャワー入ったらさ、うん、ちょっとリセッシュリセッシュってリフレッシュしてね、ちょっといい匂いになりましたけど、はいはいはい、でリフレッシュしてさ、うんうん、オサ使おうかお使いましょうかと。使いましょうと。で、開けてさ、うんはいはい、ちょっともう心にも、うん、ゆとりを持ちつつ、うんうん、で、スイッチを入れたら、はい、ウォーンって言って、うん、気づいたらもう、すー、すごいよね。部屋の湿度がもう下がる下がる。で毎年毎年、だってこの部屋湿度85%で、85% とか。ちょっと雲できるぐらいのさ。マジでやばかったけどさ。うん、今もうだって 60%。だって天井とかブヨブヨしてたじゃん。してた！なくなったからね。確かに。湿気でなんか天井がなんかちょっとたるんだりしてるとこがあったんだよね。あったあったあった。それもなくなり。すごいわ。でさ、うん、なんか次の日とかさ。はいはい。除湿機がなんか泣いてんのね。うん、ピーピー、ピーピー。あれなんですかその声は。タンクがいっぱいです、ね。ああ、ね。でさ、うん、カパって外したらさ、うん、もうわけわかんないぐらい吸ってんの。すごい吸うよ、ね。すーげえ溜まってんだから。うん、で、お前は頑張ったなーって思いながら、水を捨て、またいっぱい吸えよと。またいっぱい吸えよと入れて、うん、送り出す、うん。そんな日々が続いております。なんだよ、それはや。除湿機買い話ですか。除湿機買い話、うん、まあまあ結果ね、うん、えいちゃんも除湿機も買ってくれたし、うん、面白いなんかね、まあ、愛くるしいところもあるんですよ。いやまあトントンだな。トントンマジで除湿機とこの家に泊まるので、うん、トントンだわ本当に。連泊だね。いやもうね、異常じゃないストレスが。はいはいはい。まあここまで話しましたけどね。そうそう。まあもともと新兵の養成所の同期じゃん。翡翠欄新兵ね。翡翠欄のね。うん。でそれ経由でさ、その面白いから。そうだね。俺らの動画出てよみたいな。そうそう。出てよみたいになってさ、うん、で新兵にも話したのよ。いやたびたびなんかちょっと絡まれるようになってきたんだけどみたいなこと言ったら。あいつはそういうやつだみたいな新平が、うん、いやこれは養成所時代からたびたび新平くんち泊まらせてみたいなのを言ってきてたと、うん、で俺はちゃんと断ってたから、まあ、新平の家バカ狭いからまあまあね、あそこんちに泊まれるような泊まれるはしないけど、うん、だからもうハイロングそれもうロックオンされてるよみたいな、あいいように使われてる、いいように使われてるよみたいなこと言ってるけど、うん、まあ除湿機買ってますから俺らはね、あただじゃあ転ばない男だ。そうですよ。あいやもうプラスアルファでもストレスだからね、本当にね。まあまあまあ。でなんか帰ってったらさ、うん、2人での空間じゃない？俺らそうだね、レイちゃんが帰ってね。そう、うん、ハイロングのアイノスが戻ってきたわけじゃない？バカみたいに落ち着くよな。俺ら2人って。最高なんだよな。超最高なの。いや今まではさ、うん、その二人だから窮屈さみたいのもさ別に感じてるわけじゃないんだけど、うんうんうん、その一人暮らしより感じてるのかなーって思ってたのよ。思ってた思ってた。全然快適なんだね。超快適。ああ本当にああいう人がいると、うん、苦しいんだね二人暮らしとかは。そうだね。うん。ああそんな感じだね。ああただレイちゃんのおかげで、はいうん、ハイロングの愛が深まったという。まあまあそうですよ。結束力結束力上がりました。いやーちょっともういろいろありすぎて。そうだね。この3、4日間で あの怒りも怒りも笑いもいっぱいありすぎてちょっとお伝えできません。そうだね。うん、小出しにしましょう。小出しにしよう。うん、まあまあまあそれでさ、はいはい、ちょっと今日長くなっちゃうな。まあまあいいんじゃない？うんうん。うん、今日ね。はい。俺、バイト終わりさ。うん。まあ旅、先週ぐらいからね。うん。俺、二郎系が食いたいと。おー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 おお。言ってたじゃない。言ってた言ってた。で、この間池袋でさ、うん、二郎系食い、池袋二郎食いに行こう。行った。みたいなさ。うん。行ってないんだけどさ。そう、ね、食いに行こうとして、ね。行こうとしたらさ、うん、めっちゃ並んでてね。うん。そしても雷、やばかった時ね。うん。ちょっと雨が降り始めてきた、ね。そうだね。並べないと。
あ、ダメだ。でも隣のラ、隣なんだよな。ラーメン屋がな。二郎の隣に。ただのラーメン屋ね。普通のラーメン屋があるんだよな。で、そこ行ってさ、ラーメン食っててさ。うん、そしたら外、どっしゃぶりだ。いや、まあゲリラ豪雨っていうような。で傘くれた。なぜかね、ラーメン屋さんがね。うん、あ、傘いいっすよって。あ、ないなら持ってってください。うんうんうん。それでトントンぐらいの味だった。まあね、うん。うん。まあ人によりますけど。まあまあ、とりあえず、それだけ俺は二郎が食いたかったんだよ。なるほど、なるほど。あそこで食えてないから。うん。だから今日ちょっとバイト終わりにさ。お二郎行きたいなと思って。うん。で、まあここら辺だと、家の周りだと二郎はないんだけど。近いとかないね。ないんだけど、インスパイア、二郎系。うん。二郎系のラーメン屋がありますから。まあ、いいんじゃない？お前そこまでこだわってない。そうそうそう。別にそういうわけじゃないから、うん、行こうと思って今日は。なんかたびたびそこ行ってんだけど、閉まってたのが、ね。そう、コロナでは夜がやってなかったんだ、そう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 、うん。そう、そういうのがさ、度重なって、今日は行こうと思って。行ったの。で、開店10分前ぐらい。あ、なるほど、なるほど、はい。早めに着いたんだ。開店10分前ぐらいで、うん。でも結構前は並んでたんだよ。開店10分前とかでも。で行ったらさ、誰も並んでなくてさ、超ガチ勢みたいになっちゃってさ、一番シャッターの前で、携帯じって、超二郎ガチ勢みたいなってさ、そんな大したことない。大してね、そんなたびたび行ってるわけでもないし。そうね。マジ年に何回しか行かないようなところで、一番前並んでさ、まあ、10分ぐらい。そしたら、だんだんと並んできてね。おで、まあ、一番最初に入って、うん、で、まあ、お腹も空いてたから、ちょっとね。さあ、バイト終わりでしょだって。そうそうそう。腹減ってるよ。だから、で、そこはね、うん、普通のラーメンでも、二郎系でも、そんな多くないの、普通の。あ、そうなんだ。そう。だから今日は、大盛りだうん、大盛りにしてさ。いいね、うん、行くね、黒ウーロン茶も買ってね。あ一応ね、二郎系だとね。一応。うん、一応もうそろそろね。でもまあ、今行けるぐらい。はい。楽勝で行っちゃうぞっていうテンションで。で、一番最初に入ってったからね、うん。一番奥のカウンターでね。かっこいいね。じゃあ、野菜増しで。うん。麺固めで。みたいに言ったらさ、あ、ペンで書いてください。えチケットにさ、書いたあんのよ。コロナ禍でさ、はい、こういう書くのが増えてたんだね。そうなんだ。あ、すいません。めっちゃはずいなその時点で。すいません。つって、書いてね。あ、お願いします。って。で、出てきてさ、大盛りよ。で、隣も大盛りだった。なるほど。隣の隣も。学生だな。学生か。3人全部大盛り。大盛り。で、うわ、うめえなつって食ってね。いっぱい食って、ふうっと思って、もうなくなんないのよ。一番手に入ってんでしょ、でも。一番手に入ってるから、それは一番に出てかなきゃ。いや、ダメよ。そのお店の開店を考えてもね。しかも並んでるしね、お前は。そうだよ。お前食いたかったんだろっていうテンションで来てるよ、向こうも。たびたび。ちょっと隣の学生にも格好つけたいだろ？そうだよ。で、隣の学生見たらさ、めっちゃ減ってんの。やばいってやべえとこれは一番に入った俺の。いや、そう、若手に負けてらんないよ。黒ウーロン茶飲んで。必死に食べてる、ね。いけ、押さない。必死に食べてるけどね。まあ、減らない。押さない。そう、俺は大盛りにしてるんだ。え、でも隣も？大盛りだよ。うん。異常だってスピードが。俺結構ね、うん、そんな遅い方じゃないよ、うん、遅い方ではないな、別に食べるの、うん、むしろ早い方だと思う、それなりには。そうだね、平均のちょい上ぐらいでって言っても過言じゃないよ、うん、異常なスピードなのよ隣が。負けんな。もうスープとかなんかすくい始めてちょっと飲んでるぐらいの感じなの。ニンニクとか入れちゃおうみたいな。最後の味変だ。味変とかしてんの。俺味変する余裕ないっつってさ。早く。いけ。抜かせ。入れ込まないと。いけ。ベルトのリミッターも解除して、ね。解除した。うん、ボンボンボン食ってさ。ボン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 食ってるんだけど、もう隣は出てった。もうマジでや、隣の隣の隣も出てった。おい。おっさん二人も。居残りじゃん、お前、ただの。俺の横は4列、4人席がバッて開いてさ、うん、
で、すぐいらないやん、お客さんも。ちょっと、一回転、回転するために、お客さんを座らせるみたいな感じでやってるから、向こうもね。俺がいなくなんないと、後ろに並んでる人たちの座りが始まんないから、そういう感じなの。ちょっと緊張してきてさ、一番最初入ってんの俺一番遅いかもしれないんだよ。やばいぞ。もう、かっくらって、もういっぱいいっぱい食べて、もう腹バンバンよ。俺の腹は。うん。で、なんとか、食べ終えました。行った。はい。で、ボンと置いてね。置いてカウンターの上にね。うん。見つかっと飲んでね。ちょっとしょっぱいかも。ぐっと全部飲んでね。早く出ろ、お前は。遅いんだから。水もう一回行くな。で、ティッシュ。鼻水も外でやれ、そんなの。嘘でしょーっつって逃げるように帰ってきました。帰るな。はい、もうちょっとなんかやれ。逃げるように帰ってまいりました。それはどうしても喋りたかったね。そう、あ、ジロー食べて美味しかったです。よかったです、はい、あ、いい。まあそんなこんなで、うん、ちょっと長めの、すいません、ちょっと前半どちらかりましたかね。いやー、まあこれが世界のレイちゃん。いや、いなくても悪影響を与えてくるという、ね、話したいんだけど話がとっちらかってしまう。そう。いっぱいありすぎて。それが、世界のレイちゃん。うん、はい。はい。ということで、うん、世界のレイちゃんの悪行スペシャル。いや、悪行スペシャルでやるんだったら、もう、別回でやりましょう。そうだね。うん。でも、そんな需要ないからな。そうだね。うん。俺らのリスナーに世界のレイちゃんって。動画も面白くないらしいしね。悲しいな。言い訳いっぱいしたいもん。あの動画も。そうだな。うん。まあまあ、まあ今後また、出てくるかもしれません。はい、いや、ないです。あ、もう。ちょっと1ヶ月はないよ。ちょっとあまりにも、もうブツブツでいけるもん。なんなの。病気じゃん。本当に。ちょっとアレルギー反応を。ああ、危ないですね。ちょっと。特にお前アレルギー体質だからね。そうですね。果物アレルギーですから。あいつもね、もう果物みたいな、もんだから衣装してますから、うん、ちょっと危険です。2、3ヶ月はないんだよ。あまりにもちょっと厳しいです。なるほどね、はい、まあまあまあ、うん、おいおいまた何か話があればしていきたいと思います、はい、でね、あとラーメン屋俺もそこ行きたいからね、今度一緒に行っちゃいます。で、一緒に行ってください、うん、はいはい、ということで、はい、今週はこの辺で、うん、来週までしばしお待ちを。バイビー。ながらハイロング。